返し、画面端の切り返しの部分でね、結構きついんだっていう話を聞いたんですよ。無敵ないんだよ、うん、基本的に、ね、そうだとなおさら無敵がないので、リスクリターンはってないけど、やりきれる場合ネクロガスみたいな、はい、さあネクロガトリどうなんでしょうね、めんどくさそうですよね、めちゃくちゃ。そうね、これはね、あのガトリの知識量の話かもしれないですね。そこいうの、これがね、これがヤバそうすぎて命借り取る形しますか、あの大金、はい、あのグローブ、そう、すごく本命の出して、ショートスイングの使い方、ショートスイングでやってましたけれども、やってましたね。さあ、しっかり確認してる。これはスタンまで、ね、グラッパーゲージも貯めて、さあさあこれはそうですね、ずっとアッパー画面足、はい、あ、曲げると画面端はネクロがいろいろできる。ちょっとリープから出なかったか今、裏切る2回目、次どうすんの、3回目、おい人のこと言えねえじゃねえか先週の金草3回言えねえぞ静止じゃねえけど、おかわりおかわりし放題、壊し入れく裏行ってる、あーでトルネード、そして髪足、レバチレバチと壊し入れく通す、ショットスイング、ロケッパなのでこれ数セットあるいはですが、さあこれに対しては反撃が、赤からじゃないと始まらないっす、あの距離は。うまい、奥書きのシール確認も完璧。坂田の草壁ネクロ本日最後。